蕎麦天皇は、日本の、第74代天皇。忌名は、宗人氏。堀川天皇の御子。母は、増光大号、藤原御子。この須徳天皇、この江天皇、五白川天皇の3代28年にわたり、陰性を敷いた。生後間もなく母、医師が没し、祖父の白川法王のもとに引き取られて養育された。誕生から7ヶ月で立退死され、父、 堀川天皇の死後、5歳で即位する。幼い頃の大病が元で、病弱な体となる。幼い蕎麦天皇は政務を取ることができず、また当時の摂官の藤原忠実は、立場が弱く、白川法皇の風下にあり、実際の政務は白川法皇が取った。永久5年、白川法皇の幼女である、藤原明子が受代、翌年には、中宮の隣を何以上設ける。 保安4年1月23日、第一王子、ストック天皇二条位、その後も実権は、白川法皇が握り続けた。父親の堀川天皇の在位中は、石棺家や天皇が実権をすべて、あるいはある程度は握っていたが、このように、蕎麦天皇の治世において、白川院政が本格化した。白川法皇法御の後、大治4年より院政をしく、 白川法王の直感を受けて、宇治に抹居していた全官白、藤原忠実を天正元年に呼び戻し、娘の靖子を受代させ、上皇の日としては異例の皇后とした。また、白川法王の側近であった藤原長美、内保兄弟らを排除して、院の養殖を自己の側近で固める。有力な院子として、藤原秋頼や藤原家成がいる。また、 伊勢兵士の平野忠盛の内昇殿を許し、政権に近づけた。さらに、白川法王の後ろ盾を失った大権門院秋子に代わり、朝尚二年頃より藤原徳子を長愛した。英治元年、1141年、23歳であった寿徳天皇を上位させ、徳子諸政の第九王子、大仁親王を三歳で即位させた。元年、 東大寺会団院で受会し、法王となる。九十二年、この上天皇が創生すると、第四巫女で須徳上皇の同母弟である、正人神皇を即位させた。これにより、スト上ク皇が陰性を敷く、可能性は失われる。間もなく、病に力を奪われ力尽きるが、この後白川天皇即位が、方言の乱が勃発する原因となった。父、 堀川天皇と並ぶ笛の名人として知られ、上位後に、ストック天皇が、長金行行に訪れた際に自ら笛を演奏して、勘退している。また、祭原や老英にも優れ、天栄三年の白川法王の六十歳の古がの、際には自ら祭原を披露している。中宮の藤原明子は、幼少より、白川院の幼女となって溺愛されており、古事団では、飛ば院が、 す徳天皇を、おじこと呼んでいたとしている。とばの安楽寿院御所にて放御し、見送り名によって、とば院と、追放された。明治以後、院号は廃止され、とば天皇となった。安楽久し院寮寮は、宮内庁により、京都府京都市伏見区、武田清司五大院町にある、安楽久し院寮に事情されている。宮内庁上の形式は、法慶堂。生前の法宴五年。 蕎麦の安楽寿院境内に三重塔のこと吹き寮を営み、法魚保衣症により、意外をこの塔下に収めた。その後本塔は消失し、慶長十七年に仮堂が建てられたが、やがて書伝が混乱し、この絵天皇寮が蕎麦天皇寮であると誤認される時代が、元禄以後幕末まで続いた。源氏元年の修寮に合わせてお堂も建て直され、正式に、 トバ天皇陵として修正され、原領とされている。なお、トバ法王は旧安4年頃に、藤原特子の墓所として、三重塔を建て、特子の死後にはその意外を収めるように言い残したが、特子は、新五塔に入るのを拒否し、遺言通りに仮装されて遺骨は、高野山に収められた。その後、新五塔には、この絵天皇の遺骨が収められることとなった。また皇居では、 九中三殿の一つの高齢殿において、他の歴代天皇や皇族とともに、賭場天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。